しょ。よいしょと。はい、こんばんは。スタジオリバーサイドへようこそ。最近ちょっとね、嬉しいことがあったんでご報告したいと思うんですが、一段の大人クラブでございます。チューニングのね、ギターのチューニングの重要性に関して徐々に理解されてきたようです。皆さん本当にありがとうございます。以前はですね、チューニングの重要性を語ってもそれよりもあのピックアップがどうとかですね、ギターのメーカーがどうという話ばっかりだったんですが、正直言ってピックアップなんて何でもいいですし、ギターのメーカーも何でもいいです。レスポールはレスポールの音がしますし、ストラトキャスターはストラトキャスターの音がしますし、極論を言えばですね、エレキギターはエレキギターの音がしますし、ギターはギターなので何でもいいです。はい。そこのところはですね、ただどうにもならないのはチューニングでございます。これね、ドミドミドハドハドソドソと、こればっかりはね、ペグ、そしてナット、サドル、すべてのバランスが合わないと、あと引き手のピッキングね、これでもチューニング変わりますんで、アップで弾くのとダウンで弾くのと、アップダウンで弾くのとアップで弾くのとでピッチが変わるんで、ロンリーハートはですね、こう弾きます。最後のアップです。こう弾いた方がですね、基本的に6弦の3フレットというのはチューニングが合わないんです。これを弾くとチューニングがずれてるのが、分かりやすいんですね。で、ちなみにスモークオンザウォーターも全部アップで弾いてます。あ、こうか。こう弾くとチューニング狂ってるのが分かりますよね。で、リッチ・ブラックモンさんのギターってほとんどチューニング狂ってるんでアップで弾いてます。アップというのはですね、チューニングの狂いをごまかす便利な、ピッキングです。もうちょっと弾いてますね。はい、もうギターっていうのは1曲弾くとですね、チューニングが狂います。エリック・クラプトンさんが素晴らしいのはですね、1曲の中に必ずチューニングタイムがあるんですね。有名なチェンジ・ザ・ワールド、あの曲のイントロですね、始まるじゃないですか。あれ何にやってるかと、チューニングしてるんですね。ライブではまず1曲だとチューニングが来るんで、チューニングのイントロがあります。で、チューニングが来ってたと気持ちいい曲がこれですね。これがですね、ギターっていうのは G の解放が合いにくいんです。で、ワンダフルトナイトイントロでもチューニングタイムがあります。メンバー全員がね、これに合わせてまず狂ってますから。と、途中テンポをゆっくりにしてね、チューニングする時間を与えるんです、メンバーで。ここがエリック・クラプトンバンドの素晴らしいところで、スティーブ・ガットがドラムですけど、エリック・クラプトン、スティーブ・ガット、そしてベースがノーザンかな。全員がそのチューニング合うまで待つんですね、テンポ落として。で、ワン・ツー・スリー・ダンと入る。だからチューニングが食らわないです。その最初からワン・ツー・スリー・バンってやってチューニングなんか合うわけがないです。で、チューニングメーターっていうんですか、グリップ式チューナーも私はですね、おすすめしてるものをおすすめしてるんですが、生徒さんの中でそれを買わない時点でもう正直教える気力がなくなりますね。それをアドバイスしているのにそれを買わないんだったら一体何を私から学ぶんだって話で、TC エレクトリックのものを買っておくと多少高くてもいいですよって言ってるのに、チューナーなんて何でもいいって言われた途端に、じゃあ一体俺から何を学ぶのというふうになるわけですね。
う生徒さんには、まあ、残念ですけどね、徐々に教えていくことはなくなりますよね。ちなみにですね、私の持って受け持っている生徒さん、素晴らしい才能の持ち主は、このヤマハのね、TDM75 というマイク式のチューナーを、おすすめてくれたんですけど、これ便利なんですよ。チューニングをね、ババーッとボタンしていくとね、なんと420Hz が落ちてるんだ。これ普通のギターチューナーだと、ダダ量でも432でしょ。TC レクトリックでも435なんですが、これティンパニーとかね、あらゆる楽器のチューニングを合わせられるんで、すごい調整幅が広いんです。これマイク式なんで。マイク式ってことは精度がいいです。クリップ式チューナーはね、結局 AD 変換してるんで、あまりですね、精度がよろしくないです。そもそもそんなにいい石があの値段で買えるわけがないじゃないですか。なので、クリップ式チューナーは便利なんですけど、マイクの方が圧倒的に精度がいいです。ということで、皆さん、まずはチューニングですから、なんといっても、調子パズレでどんなにいいピックアップで弾いたって、それはもう調子パズレなんで、そこのところをだんだんと理解された方がすごく嬉しく思います。それではまたスタジオリバーサイドの竹下達がお送りしました。See you next time です。じゃあね、バイバイ。